パープルリボンは女性への暴力の根絶や、膵臓癌の啓発と撲滅をはじめとする、社会や医療の各分野で用いられるアウェアネスリボンである。パープルリボンは1994年2月、アメリカ合衆国ニューハンプシャー州のベルリンで、大人のレープや虐待のサバイバー、医療専門家、セラピスト、法律関係者、関心を持つ市民らによって結成された。 インターナショナルパープルリボンプロジェクトから始まった。現在、40カ国以上の国際的な草の根運動のネットワークになっている。2000年にアジア女性センターがアメリカの全国 DV 防止連合の夜に行われた東京タワーの紫色光でのライトアップがある。これは内閣府の男女共同参画局による平成21年度女性に対する暴力をなくす 運動の一環として行われたものであり、ライトアップには、被害者に対して彼女が一人ではないことを伝え、励ます意図が込められていた。点灯式には、内閣府特命担当大臣の福島みずほや、内閣総理大臣夫人の鳩山美き、近藤恵子らが出席した。1999年アメリカ・ロスアンゼルスにおいて、水臓癌患者遺族によって立ち上げられた。 水臓癌患者支援団体、水臓癌、アクションネットワークが90%を超えてくる中、過去40年間、5年生存率が一桁台のままとなっている非常に厳しい癌の王様である。パープルリボンは、そのような厳しい水臓癌を治る癌にするための癌研究支援、早期発見ツール、進行癌でも根治する治療開発の大切さを訴えるシンボルマークである。 日本では2006年にパンキャンジャパン支部が設立され、2009年から NPO 法人パンキャンジャパン、NPO 法人キャンサーネットジャパン、日本依頼リリー株式会社の3団体が中心となり、水臓岩に光を当てるのキャッチフレーズのもと、シンポジウムを中心とするパープルリボンキャラバンを展開している。また、2011年から NPO 法人パンキャンジャパンによる パープルリボンウォークもスタートした。パープルリボンが象徴として使われる問題は以下の通り、ありがとうございます。